新鮮冒険していきましょう。おろしてくれた暖房の中よしのチョコレート見寄せた最後のカフェあの日の暮らしは寒くないいつも払ってこれ残るくらいは大丈夫ですか。盛り上がっていきましょう。まあ今日もね、まあいろんなものが入ってるからかしてちょっと、会場の人は少ないんですけど、まあ配信見てる人も、会場いる人も楽しんで帰ってください。よろしくお願いします。イエーイ、ここでイエーイってこんなあ、きっと配信の人今一緒に答えてくれましたよね。きっとね、俺のパターンが分かってるんでね。はい、ということで、今日は日月真嗣、ベータ来ましたけど、今日はね、選曲的には結構爽やかな歌をね、たくさんやろうかなと思います。それでは聴いてください。甘い恋の歌です。バニラアイスケース。知りたくて
生まれた恋の炎が少しずつ胸の中に溢れてて大きく育ってく。バニラアイスを塗りつけた初めての、ライブです。日月氏にね、姫路ベータさんまた呼んでいただきましてありがとうございます。毎月毎月呼んでいただいてありがとうございます。もう本当にね、最近大阪でライブしてないんで、奈良で配信するか姫路でライブするかで大阪やらないみたいなね、そんな感じなんですけど、来月はちょっと大阪も入ってます。堀江のゴールディっていうところでね、2月20日やります。あと2月の、26ね、ロージアベノってね、ライブバーで弾き語りします。まあちょっと2月は張り切ってやろうかなと思ってます。あ、そうそう、それで、こちらが、2月の、ちょっと待ってよ、また間違ってんちゃうかなと。前回ね、あのライブの日を間違えててね、ここでオタオタするっていう失態を、繰り広げてしまったんですけども、来月はだから19、あれ違うわ、来月いつでしたっけ、ちょっと待ってください。あ、フライヤーあるんでフライヤー見てください。19ね、19ここで、20がその大阪でやります。でその次が、アベノで弾き語り土曜日にして、その次日曜日配信ライブということで、2月も盛りだくさん決まってます。いい加減覚えろよとね、画面の前でみんな突っ込んでると思いますが、はい、これは正解なんでね、大丈夫ですよ。はい、まあそういうことでね、日月真嗣のライブ、お楽しみください。よろしくお願いします。イエーイ。そしたら次はちょっと真面目な歌をいきましょう。人々はなぜ争うのでしょう。川を越えて
何気ない場所を些細なことで起こる大きなすれ違い、愚かなことに相手の言葉何も耳に入らない、なぜ分かり合うためで互いを送り抜けるの、なぜ醜い心をむき出し過ち積んで冷めるのか、憎しみと悲しみの川が流れ合う、全てを飲み込む争いのその果てに残ったものは、擦り切れた心、それだけさ、
繋がれてる奴隷のよう。それではちょっとギターを下ろしてね、あともうちょっとねお付き合いいただこうかなと思います。はい、そしたらまあベータといえばこの曲みたいな感じにねちょっと最近なってきてるんですけど、もう一曲シリアスな歌を歌わせてもらいたいなと思います。皆さんウイグルの虐殺の話知ってますでしょうか。もういつも見てる人はねもう耳にタコができた話かもしれませんが、今もね、継続して行われてます。日本のね、議会も、対中非難決議できないままでね、今ちょっとひどい状態になってるんですけど、まあ俺ができるのはこうやってみんなに伝えることだけだと思いますんで、知らない人は検索してください。ウイグル人っていうね、民族が、中国共産党に虐殺されたりとてもひどい扱いを受けてるんで、知ってますか？知ってますか？あ、よかった。全然ね地上波で言ってなかったんですけど、最近はね結構広まってきたんで、ですねそういう歌、もうダイレクトに歌ってますんで、ぜひ聴いてください。それでは行きましょう。ウイグル。 No more genocide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 を受けて抑え込み戦争をしてよ、アジアに住む仲間たちよ、悪
僕の国から救い出せる。先ほど喉の調子が悪くなる時もあるんですけど、まあ、時間もあれなんで最後に曲はね明るい歌で終わりたいと思いますんで、今年新年一発目のライブね最後盛り上がっていきましょう。イエーイ、それではいきましょう。涙の果ては虹。誰かが見た目真夏の太陽の化身だね。どうしたのそんな君のいつもの輝き曇ってしまっているね。あら退屈のわけ、あら受け入れられずに、花の岩戸に隠れてしまって、世界は闇の中に、唯一つつなかったのこの世の全てはいつの日熱い花の色、いいことも悪いことも組織ゼロだぜ、バランス取れたものだから、あら立ち上がるため
教えてくれる悲しみの涙が溢れて止まらない。今はなせばいいか、hey! 悲しみの涙が枯れたその後に虹が世界を繋がる、hey! 鳴らしたの木だと太陽のブリズム美しい空気を彩る。溢れて止まらない、今は泣けばいいさ、悲しみの涙が枯れたその後に虹が世界を繋がる、悲しみの涙で前が見えなくて倒れそうな時も、悲しみの涙は人生は笑顔に必ず変わるから、鳴らしたの木だと太陽のブリズムを美しい景色を彩る、その曲です。またいつか、またいつかここ姫路データで皆さんにお会いしたいと思います。いつかここで会いましょう。退屈な夜を飛び出してイラついた風を吹き飛ばして、あてもなくて探りで街をさまよう、そんな時は名前呼んで俺のところに来ればいいさ、やけどするロックな夜へようこそ、hey! 心を狂わす激しいビートが何もかも忘れさせてくれる春さ、くだらない嘘話に悩んでる暇はないのさ、シリアルな女はお呼びじゃないのさ、浮ついた噂を吹き飛ばし突き刺さるほどのボリュームで駆け抜けるロックはスピードを上げて、心を狂わす激しいビートが何もかも忘れさせてくれるはずさ、今夜どこで会いましょう、燃やし尽くせ、うっそ、どうもありがとう。今日は新年一発目のライブ、とても楽しくできました。皆さんどうもありがとう。今年一年一日にまたまた応援してください。どうもありがとう。どんなに季節が流れて行こうと思う、この場所に立ちさえすれば、hey! 蘇るし、いつかここで会いましょう、折れた心で立ち上がるため、いつかここで会いましょう、俺はここにいるよ、hey!どこで会いましょう。
悲しみの声を今夜ここで会いましょう。ハートを燃やし尽くせ、またお会いしましょう。皆さんありがとう。今年もよろしく。バイバイ。ありがとう。